皆さんこんにちは、おしゃべり彼女と無口な彼氏です。イエーイ。今日は J2 リーグ第10節レノファ山口とシミベスパルスの試合です。イエーイ。今日はスタバのメロンを買って、もうほぼ飲み干してお弁当を作って公園にやってきました。やってきました。あったかいのでピクニックしながら今日の試合を観戦しようと思います。春ですね。春ですね。では今日も行ってみましょう。行ってみましょう。本日のスタメンいきます。え、権田修一、岸本拓、え、イバヤシになってる。うん、変わった。え、鈴木よしのり、吉田豊、白崎良平、宮本、はい、中山、北川、神谷、セフ。結構変わってるね。でもベンチが面白いよ。大久保、高木くんってなんか新しく入ってきたよね。マジで？そう。え、あの、え、そう、家、実家で撮ってました。そう練習参加してたもんね。あ、してた、してた。でホナード、カルディーニョス、ディサロ、イノエ、チアゴ、サンタナ。でもなんかこれはさ、このサブがさ、攻撃力あるってかさ、うん、そうだね、いい感じじゃない？ギアが上がるというか、うん、楽しみです。楽しみ。秘宝です。マジを混ぜくの忘れて、お弁当が食べられる。うん、ねえ、こんなさ、バカなことある？とりあえずおにぎりだけ食べよう。そうしよう。7人変わったって。全然合ってないじゃん、うちら、ね、全然合ってないじゃん。やば、大丈夫かな。合うのかな。練習はしてるよ。そうだよね、うん、おセフ、おセフ。前半キックオフ。キックオフ。開始早々雷が鳴り始めます。もうお箸忘れるわ。土砂降り来たらもう踏んだり蹴ったりだよね。本当だね。あーいやー、神谷のフリーキック、高さはある。おー、いいんじゃない。うわー、うわ、やめた。ちょっと待って、緊張。茨橋だ。やったー、やばい。子供の目がよしよし、かわいい。秋葉監督も喜んでる。嬉しい。よし、もうこれはね、いい動きしてたね。だって全員ね、うん、素晴らしい。やったやった。センターバックはこうでないと。うん、中山、中山オレイ。相手のミスだよね。オフサイドないよね。ないないない。ないうん、やった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 、北川。やっと迎われた。嬉しい。ちゃんとキーパーいないとこに流し込んだ。冷静だね、最後は、うん、かなり。もう一点、もう一点。決めろよ、決めろよ。ゴール、ゴール。池上よ。いっちゃいけ、前走れ、前走れ、走れ、走れ。いけ、いや。いっちゃ。オッケー、開けろ。うわあ。最後一点いけるか。うーん、おお。あ、やば。うわあ。シュートで終わった。シュートでいい終わり方だ、うん、2対0です。いや、順調じゃないですか。ボールも持ててるし、シュートも打ってるし、うん、もうあと2点ぐらい欲しい試合ですね、本当ですね、内容的には、うん、でも後半のその交代メンバーもめちゃめちゃさ、攻撃力あるからさ、うん、ちょっと期待しましょう、後半の。そうだね。雨、あそこ行こう。いきなりの大雨ですわ。機械類がやばいやばい。このチョコレートは食べて。さあ、場所が変わりました。というかハーフタイムだけ降ってやんだね。イエーイ。後半キックオフ、キックオフ。吉田バチバチしてます。バチバチしてます。もう一点、もう一点、もう一点。ほら、やっぱこっちの雨がそっち行ったわ。
こっちの雷雲がそっち行った。そっち行ったわ。なわけないじゃん。超天気悪い。あ、止まるんだ試合。え、あ、そっか。雷が鳴っちゃうとダメなんだ。そうなの？そう。雨はね、どんだけ土砂降りでもやるんだけど、雷はダメ。マジか。観客の人もすごい撤退してる。マジかよ。大丈夫かね。16時から試合が再開されるっていうアナウンスが流れてる。その間にまたさ、こっちゲリラ豪雨来ちゃったらどうする？困っちゃう。ね。再開というところで、こちらはお豆でございます。屋根がないので大きな木の下で雨宿りしながら見る。ほんとこんなカオスな状況あるって感じだよね。ね、ほら雷が、ちょっと木とかってやばいんじゃないっけ。やばい、怖いね。ちょっとどうするよ。めっちゃ降ってきたもんね。でも、うわ、入った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 。何で見えなかった。イエーイ、まとめ話だよ。すごいじゃん。しかもすごいニアサイドに走り込んでたよ。え、嘘。ほんと。マジで何も見えなかった今。ボールが。すごーい。嬉しい。これはもうだいぶ安泰だ。あと2点。あと2点。どうしたどうした。カメラがうわうわうわ。自信かと思ってたもん。躍動感を演出したんだ。リサロと高木選手が入ります。いや、秋葉監督マジでなんか勝負男だね。うん、うん、少しずつボールタッチして確かに試合に入っていきたいね。うん、また中断。もうすごい弱みの音が。しかもちょっと今最後いい感じだったのにね。うん、高木選手はもう散々なデビュー戦だね。本当だよ、一生忘れないデビュー戦だね。本当だね。2度目の中断ということで、もう雨も怖いから退散します。うん、今がチャンスだね。今がチャンス。3対0で勝ってるから、まあいいね。ね、気分はまあそうだね。うん、5-0行こう。5-0、5-0行こう。うん、でもまだ立ってなさそうだね、この感じ。さて、雨に濡れないところに来ました我々は。再開です。再開です。やばい、すごい。すぐじゃん。これ5-0じゃ甘いかもしれないぞ。サンタナもう1点、サンタナもう1点。サンタナとカルリーニョスが入ります。大量得点だ。嬉しい嬉しい。やったサンタナ。すごいね、今のヘディングも完璧完璧。利き足頭。イエーイっていうテンションになってくる。やばくない？すごいね、今日。あのスルーパスも完璧です。うん、誰だ？岸本がやっぱシルキンパスって。やばい、これオレンジダービー制したぜ。帰り道です。試合も終わり、疲労についております。結果は6-0でエスパルスの勝利です。勝利。最後の茨城選手のヒーローインタビューはめちゃめちゃいい顔してたなと思って。ね、ね、嬉しい。嬉しかった。5人の選手が得点を決めてくれて、うん、いい試合内容だったなって思うね。そうだね、北川も久々に決めて。そうだよ。で、もうこれ一応プレーオフがさ見えてきてるから、うん、もう一歩ずつ前へ前へと、とりあえず目の前の試合勝つっていう感じでいけば絶対いいところでした。そうだね、うん、まずはそれだよね。うん、来週は我らも現地観戦で、うん、エスパルスの今季初勝利を生でこの目で見たいと思います。まだ見れていません。まだ見れて、今日はもう雨が降ったことも、試合を中断したことも、最初忘れてお弁当を食べれなかったことも、もういいでしょう。いいでしょう。いや、来週も絶対に勝ちます。もう絶対に勝ちます、来週は。うん、もうこっからゴールデンウィークまで一応全部勝ちます。うん、では、次は現地参戦の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございます。じゃあね。じゃあね。